ワープでは4点台も目立ちました。中国のマー現在2位です。代わってフランスの選手です。19歳、ヴァンサン・レステンクー、181cm あります。予選では A グループ第2位、ショートプログラムでは6位でした。現在総合で第5位です。去年おととしこの大会では第2位銀メダルを獲得した選手です。音楽はザ・マミフランスの19歳、ヴァンサン・レステンクールでした。
本当に身長も高いんですけどジャンプも高いんですよね、はい。まあ、一番プログラムの見せ場高いトリプルアクセルダブルトここのところはドラムのリズムでこうショーアップして飛んだっていうところを見せてますよね、はい、最初に。やはりこういうところはフランスのコーチの作戦かもしれないですね、まあ、ムーブスインザフィールドなんかスローパートのところではねもう少し膝とか足首使ってディープエッジでこう滑ると彼は背が高いんで、体を傾斜させたりするととっても効果があるんですけど、そこまではジャンプにやはり追われてというかジャンプの方にどうしても力が入ってるんで、そこまではまだまだトレーニングされてないですね。それが出てくるといい味が出ると思うんです、ただ、まあ、どういうタイプの選手に成長していくかもキャンデロールみたいにねこうちょっと体が硬めですけどなかなかこう、ユニークで個性的な演技、まあ、フランスならではっていうのがあるんでその辺も楽しみですね。と素晴らしく高いじゃないですか。本当にそうですね、はい。まあ、ランディングもこう非常に綺麗に降りる時もあるんですよね。 ここなんか綺麗ですよね、やはりこう手足広げてパッとこう降りられると本当迫力ありますよ、ルッツこれはあまり良くないですねランディング。ただ、まあ、演技の流れとかアメリカの選手とかカナダの選手のようなね、フローっていうところの美しさはないんですけれど男性的なやはり演技でこれ一生懸命こう、見せてるタイプだと思いますね、やはり力のある選手なんですよね。力あります。本当に昨シーズンはグランプリシリーズでファイナルに出たぐらいなんですよ ね、 そうでしたね。びっくりしました、そこでは第6位でした。さあ得点が出ました。技術点です。テクニカルメリット 5.3 から上 5.8 秒でいってますね。で大きなトリプルアクセル、はい、評価したジャッジがいたんでしょう ね、 そうですね。中国の、ね、マー選手よりは迫力ありますよね、ジャンプ飛んだ時は。やはりセカンドマークが下げられてますね。そうですね、しかしここまでの第2位ですから中国の選手を越しましたね。越えましたね、